43号ではミサイルアローを組み立てます。今回付属するパーツです。最初にパーツ04のミサイル A のピンに接着剤をつけて、パーツ05のミサイル B の穴に合わせてはめ込み接着します。次にミサイル B の穴にパーツ06の磁石を差し込んで接着します。次にミサイル後部の穴にパーツ03のノズルの突起の向きを合わせてはめ込み接着します。次にミサイル先端にパーツ02のミサイル部品をはめ込み接着します。続けてミサイル部品にパーツ01のシーカーを、周囲についている突起が斜めにならないようにしてはめ込み接着します。これで43号の作業は終了です。アッシャー。